おはようございます。これは七夕っぽい飾り付きを探したところ、これしかありませんでした。これしかなかった。クリスマスのやつだけど、青いボイさん尊いありがとうございます。里正さんいいねありがとうございます。平八さんレインボースターありがとうございます。え、今日雨なの？朝はめっちゃ快晴なんですけど、今年こそ晴れかと思ったんですけど、毎年雨ですよね、七夕の日。翔ちゃん水色だるまありがとうございます。鼻はねまだちょっと鼻声なんですけど、結構ガビガビはなくなりましたね。キングキャメロンさんハートありがとうございます。ああ皆さんも気をつけてくださいね。鼻はまだ治ってないんですけど、ブヒヤマブヒヤさん水色だるまありがとうございます。しょうちゃん黄色だるまありがとうございます。今年こそ晴れでさ、天の川見れるかと思ったんやけど、無敵無敵の星にしては結構あの普遍的な感じだけど。マリオ、マリオ。ああはいはいはい、あれか、体が光るやつか。ちょ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 らちょちょらちょ。あ、しんのすけさん回復の水みたいなやつありがとうございます。ありがとうございます。なんて書こっかな、ここにさ、個人、あ、牛見のわすの人気がにしようかな、うん、か健康第一か、今 NNB のロビーでも笹にね、七夕短冊飾っているので、私の願い事見て見に行っていてください。もうすでに昨日の公演で見たよって方いるのかな、うん、あ、間違えちゃった。面白いといいな。面白いかな、よしみロマンスの。面白くなってるといいな。唐突なシクスタイム。じゃあ、ゆしみロマンスのひときやん、面白くなってますように。たけさん7月11日からです。ぜひ見てください。 YNN さんで、ね、見れます。まだ入ってないよって方はぜひ長寿番組にしたいのでね。パチ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 。平八さん、オレンジと青のペンライトありがとうございます。ボクジーさん、バラありがとうございます。しょうちゃん、短冊ありがとうございます。皆さんの願い事は何ですか？急に聞きました。急です。れいこさんと一緒にね、長寿祈願ちゃんは長寿番組にしていきたいですね。すでに生誕だけ早っ。うん、ちょっともう食べないと時間ない。うん、美味しいわ。ママが即興で作ってくれました。ちっちゃ午後になるとめっちゃちっちゃかった、思ったより
じゃあ星がどれだけでかいかが分かりますね。ユシミンと会うこと、わー、会いましょう。星の幸せ、わー、おいしいかわいじょ、笑顔多い。お仕事行ってらっしゃい。レイコさんの撮影楽しかったです、めっちゃ。はい、惜しいなーい。身長が10センチ、ちょっとそれ厳しいな。じゃあ、縦は無理だ。無理だろ。じゃあ、そっちの笹船作ったことありますよ。あのカニをさ、小学校入学祝いにめちゃカニ食べた時に笹の船を日本海に流しました。すぐ崩れちゃいました。島城さん、ありがとうございます。世界平和、わー、おー、ヨシミンが、ヨシミンがトップアイドルだった先生、皆さんがトップアイドルになるよ。まあそれはそれでいいかも。リュウさん、七夕ありがとうございます。むーちゃさん、七夕ありがとうございます。あ、これより終わった、よかったよかった。ちょっと被っちゃったんだけど、申し訳なかった、申し訳ないんだけど。あ、スカートのリボン可愛いね、これめっちゃ。みょうさん、レインボースターありがとうございます。みょんさん、七夕ありがとうございます。鹿尾さん、だるまありがとうございます。え、オートミルクしごはんは、鹿尾さん、水色だるまありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんちゃかちゃっちゃっちゃーん、昨日は食べれなかったわら納豆、初のわら納豆。あ、これわら納豆、あ、もうちょい少なめで、わら納豆を混ぜる用お皿とかいらんのかな。わら納豆、そう、昨日は食べるつもりだったんですけど、ちょっと食べれなかったから。そう、グッズね、全部売り切れてたんですよ。ありがとうございます、すごく嬉しいです。そう、全部売り切れでした。ありがとうございます。あー、なんか匂いする。あー、納豆の匂いする。うん、こん棒に見える。ああ、ちょちょ、そっちだよ。あ、そうそうそう、開けるとこさせて。なんで勝手に開けるの。わわー、納豆や。こんな感じに包まれてんねや。生に入ってんのかと思った。こう生にドーンかと思ったら、ちょっとビニールに包まれてました。うわぁ、なんか納豆漏れてる。漏れてんねんけど。じゃーん、生かと思ったらちゃんとビニールに包まれてました。うん、わらの香りしたよ。あ、せいやさん、 F さん、猫や猫の猫さん、短冊ありがとうございます。へー、粘り半端ないんだ。あ、昔は直だったんだ。へー、ね、思ったより多い。確かに多いかも。多いね、これ普通の納豆より多そう。ちょっと食べるわ。なんで食べて、混ぜて、どんな時間食べたいじゃんね。さ、普段さ、3つで100円台なので、それだけで300円だったからね。高っ、そんなすんねや。300円、うわ、なんかすごい熟成されてる感ある。ぐらいやん。うわ、めっちゃ 粘り気がすごいぞ。粘ってるらしい。わ、納豆臭がいつもよりすごいぞ。うーん、
塊。匂わして。興味津々や。うわ。見せてる人ある。強烈やな。タレ一応ついてるからタレかけます。髪とかなんかにつけて学校で臭いって言われるように気つけよう。あ、ちょっと今度あった。髪結んどこう。うん、強い。粘りも香りも強い。え、あるよ、これ。私、先にタレ入れるわ、です。ちょっとその、わら抜けとかないとさ、袖につくの。じゃあ、わら撤収。さよなら。混ぜ混ぜ。パック5個分、それはないな。2個分ぐらい。いや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 。パックで3パック入ってんもんね。3個分。これめっちゃ硬いけど崩していいのかな、こうやって。めっちゃなんか固まってる。みっちり。みっちり隙間なく埋まってる。もうネギないやん。ちょっと鰹節あるんじゃん。あ、傾けてみます。倒れないように。いいいいいい、倒すから。その納豆さん見せる、見せるんかな。まあ粘り系だよ。カツオ節が、あ、オクラとかあるけど、今日は邪道なんじゃない？あ、朝ツイッターあげましたよ。見てくださいね、ぜひ。私のバブミンが載ってますんで。食レポ楽しみ。なってきた。ちょっとほぐれてきました、ようやく。あ、もう更新されてんねや。玉木さん、だるまありがとうございます。今日は早いね。いつも8時半ぐらいだけど。うわ、混ぜてみるとほぐれると結構重たい量。いいかな、量。もうちょっとほぐします。納豆ね、ネバネバしてる。めっちゃ粘り気を感じるよ。もうこれぐらいでいいかな、混ぜるの。ちょっといる？ちょっと分ける用の皿。珍しく分けてくれる。うん、だってちょうだいって言ったから。あ、そのままで。うん、すごかった。はい、あ、ちょっとなんか少なくなっちゃった。もうちょっと、もうちょっと戻す、うん、え、ちょっと少ない少ない。あ、いいか、これね。食べてみます、食べてみます。いってらっしゃい、いってらっしゃい。すでにわかる、わかる。変わってないね。昨日見て思った。いただきます。なんか豆が違う。お豆が違う。どう違うの？いや、食べてもらう。ちょっとご飯の上に移して。
じゃーん。うわ、食べてみます。わら納豆。うん、お粒です。なんか味が濃いね。あと豆が硬い、ね、なんか豆が硬くて豆って感じ。あと味が濃いですね。豆が硬くて豆って感じ。うん、美味しい。なんか納豆って感じ。うん、味はね濃くて、なんか本当に枝豆ぐらい硬さある。枝豆以上ぐらいかも。硬い、美味しい。でもそれがいつも買ってるパック5個分なんでしょ。うん？ 3 つじゃない？いや、3つってだから3つ入ったのが3つ。9個じゃん。それ特売の時。大体は150円ぐらいだから。あ、そうなんだ。6つぐらい。納豆って感じわかる？枝豆以上の子だいぶ、そう。特売の時大事。ちょっと掴むこと多いし。うん、歯ごたえ、そう、噛み応えがある。食感が。どうやって閉めるんだったっけ？そのまま閉めるんだよ。え、それなんか物が入ってるかで開いてんじゃない。なんてだろう。ヒゲジンシチャ先生、ビーチバーレーありがとうございます。歯ごたえ抜群って感じ。あ、そうなの、ヨシミに影響されて納豆ハマってるとか。納豆食べたくなってきた。食べよう、それ食べましょう。フォローありがとうございます。最近ね、めっちゃフォロワーさんが増えてまして、3300人突破なんですよ。ありがとうございます。ぜひフォロー待ってます。お願いします。うん、こんな豚らしい食べ物あるかな。おいしい。うん、結構もぐもぐって感じ。今日朝さ、冷やしといたさ、キウイ食べようと思ってさ、あれどこにあったんやろって、あれ食べたんちゃんと思ったらさ、おじいちゃんが食べとった食べたかったわけ。あ、もう一個あるんやけど。あ、よかった。おじいやん。アイスも食べてたけど。そう、うん、わらをペンライトしたいと思う。茶色いよ。おいしい。硬い。それしか言ってないけど、硬い。で、ネバネバしてる、めっちゃ。なんかな、ママが結構遅くまで起きとったら、おじいちゃんがゴソ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 、冷蔵庫の方に効かそうにしとった。昨日はあれもユーロめっちゃお腹空いてた。ああ、パパもあれでもなんかゴソゴソしとったな。
ごそごそってか、お茶しか飲んでないけど。うん、おいしい、味が濃い。あ、夏バテ効果って、あ、効果どうなんだろう。青いボイスさん、短冊ありがとうございます。スプーンとお箸一つずつちょうだい。使うから。あ、味を変えたりとか、なんでこんなこっちの出んの、いつもね。まあ、ゆしみのうちを買いました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ振ってくださると嬉しいです。これこんな感じってこと？サイバー、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 じゃあじゃあってやるの？言えてないしね。わら納豆はペンライトに持ってても分かんないけどね。納豆って感じで美味しい。あ、それカロリーもさ、186だって。高っ。結構、ね、納豆にしては高いの。一パック一わらで15だって。プロテイン並みやで。炭水化物でも10にあるわ。これ納豆そうなるよ。だって量多いしさ。でもた、あの、タンパク質それで15取れるってすごいね。ね。みんなで、みんなで見ますか。あ、えのきはね、食べたいと思ってたの。えのき。おはよう、おじいちゃん。あら、なんか。おじいちゃん、起きていたよ。失礼しました、おじいちゃんが出てきました。もう25分で気づけば、やばい、他のおかずまだだ。ね、寝ておきは健康的。納豆とお味噌汁と、なんか何の梅干し、これ梅干しと卵焼きです。おからと、めっちゃ健康的。日本の朝。
うん、100歳まで生きれそう。あとあの鮭があれば。なんか鮭のイメージ。キノコも健康にいいしね。そうなんや、うん、すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。と SNS が多くなるのかな、うん、連鎖的なことするのかね、皆さんも無理せず自分のペースで、今日も暑くなりそうですので、それではそろそろ断念したいと思います。30分で1500人、ありがとうございます。わー、増えてる、ありがとうございます。ぜひまだフォローしない方はこちらをポチッとフォローよろしくお願いします。今日はわら納豆でした。ベリーグー。13位、そらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、水族館さん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、ミキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、ウーカメインのハコシさん、ありがとうございます。9位、デコデコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして8位、シカオアニヨシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。7位、サトマサさん、ありがとうございます。何、ありがとうございます。6位、タマキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ヘイハチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして4位、ブヒヤマブヒヨさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして3位、3位は、ドゥルル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 ルF さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位は、みょんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう狙ってんね。そして1位は、ドゥ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 ン。ブーンの 1.7 秒後ぐらいにチーンが来ました。1位はしぶちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも朝からありがとうございました。1700人になってありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。7月11日からの吉見広場ストーもぜひ見てください。お次リミトです。はい、パチパチ、今日も一日頑張りましょう。皆さんも体調に気をつけてくださいね。私も気をつけますが、はい、今日も一日頑張りましょう。みんなもいってらっしゃい、行ってきます。いってらっしゃい、行ってきます。それでは次の日も来てくれるかな。
それでは行ってきます。学校行ってきます。またねー。またねー。